皆さんこんにちは。サクソフォン奏者の矢部慎太郎と申します。ソレイユカルテットでソプラノサックスを担当しておりますほか、静岡県の常葉短大などの、教員をやっております。今日はですね、プリマ楽器さんにお邪魔させていただいております。僕にとってサックスというものは、まあ、本当に偶然の出会いなんですが、たまたま中学校の時に偶然吹奏楽部に入ることになってしまい、先輩が誰かやってくんないかなって言われて、よくわかんないけど僕やりますって言ったのが一番初めにサクソフォンという楽器を 目にした瞬間だったんですね。もうとにかく楽器が楽しい、音楽が楽しい、もう部活やりに学校に行くっていうような感じになってしまいました。で、俺プロになりたいと思って頑張って、まあ、勉強して大学に入って、で、まあ、今このような仕事をさせていただいてるんですけれども、ちょうど僕が大学に入る時にですね、その時に組んでもらった楽器が A9930 という当時最新のシルバーソニックという楽器だったんですが、それ以来ずっと柳沢っていうのはいい楽器だなというふうに思っております。で、サックスを吹く人もそうですし、多分こう楽器をやってる人って2つのタイプに分かれると思うんですけど、片方のタイプはもうとにかく1つこれだと決めたら浮気せずにずっとその楽器を使う人で、もう1つはもっといいものがあるだろう、もっといいものがあるだろうと思って新しいものをどん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 こう探そうとするタイプと2つに分かれると思うんですね。で、僕はどちらかというとその後者の方で、とにかく今までよりも違うもの、今までよりも違うものっていうふうにずっと追い求めるタイプで、実はこの今使っていますプリマ柳沢 S992PGP という楽器もソプラノサクソフォンでもプリマ柳沢の楽器3本目です。で、アルトサックスも、2本目かな、3本目か、今3本ありますので、という感じでかなりいろんなものをこう浮気しながら使いながら結局ここに戻ってきたという感じがしています。僕にとってのまあプリマ柳沢サクソフォンというのは、まあ、いろんなメーカーのいろんな楽器があって、例えば最新の楽器があったり、すごく古い楽器があったり、いろんなものを吹いていく中で、自分が結局追い求めていく音色であったり、いろいろなものがここに全て詰まっているというふうに最近はすごく強く感じています。自分の思いがこうなんか翼に乗って飛んでいくよう なんかそういうの出会いがあったのが、特にこの楽器は昨年から使っておりますけれども、そういう思いがしております。非常に、まあ、表現力豊かな楽器であったり、機能的に優れた楽器であったり、いろんなものがここに詰まっている楽器だなというふうに思っております。